YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。今日です。本日はですね、皆さん前回やったビタミンウォーター、まあレモン水の、ギネス記録チャレンジの動画なんですけども、まあ惜しくも、まあ破れてしまったわけなんですが、今回、リベンジということで、すごくねコンディションは最悪です。見ての通り、今首しか動けない状態ですね。しかも今私8月から入ってダイエット、してるんで、一つ気づいちゃったんですよ。はい。ビタミンウォーター。飲めないことにね。ジュース禁止してるんだよね。私今水かお茶しか飲めない。一応買ってきたんですけど、買ってから気づいたんですよね。ありがとう。あれか、やっぱりすげえデブだなこいつ。ね、どうにかでもギネス記録のチャレンジしたいなと思ってまして、用意しました。こちらです。そう、お水、あとレモン2個。あ、これが本当のレモン水なんつってね。これでね、ギネス記録にやっぱチャレンジしたいなって思うんですよ。ちょっとね、今日いつもよりも調子いいんで体重ちょっと重いんですけど、まあそれは気にせずにいきたいなと思います。じゃああれかな、早速パパッとギネス記録挑戦したいよね、れいか。はい。おいしそう。うわおいしそう。はちみつレモン食べたいな。じゃあれいか、もう測る人もやってもらって欲しいし、口に水注ぐ人もやってほしい。注ぐ人全部やってほしい。全部働く。今俺何もできないから、水入れて最中にレモンもかけてほしい。イメージはうわってやって、俺がレモンちょうどやってこうやってやるから。そしたら、あ、オッケーオッケーオッケー。息を合わせてね。そういきます。よーいスタート。じゃあまず水ちょっと。レモン、レモン。レモン水だから。レモン水だから。ギネス、ギネス、ギネス。あー、いいです。ちょっと半分いってない。水じゃなくて含物状態。含物。あー、すごい染みる。おー、含物でかいな、おい。まだ続いてるけど。いや、もう終わり。あ、終わり終わり。あ、カン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 。終わりだから。1分38秒。無理に決まってんだろ。ちょっとしか飲んでない。こんな無理に決まってんだろ。レモンが酸っぱすぎるんだわ。体重すぎるし。この重りがね。うん。重りの動画は明日わかります。無理に決まってんだろお前。こんな雑なことしやがって、おい。さすがに。おい、誰だこんなバカみたいな企画考えたやつ。おめえだろ。俺か。次こそはちゃんとリベンジします。お前、お前ちょっと。これ以上は俺より下に、俺の手より下に。